Black. Horobe! 終わりは始まりだという。刀身との記憶をめぐる戦い。そのきっかけを作ってしまった罪深き私にでさえも、始まりは希望と共に訪れた。本当にお世話になりました。いえいえ、退院後もあまり無理をされないようにご家族の方もついていてあげてください。ありがとうございます。次は定期検診の時。この光こそ私の望んでいたもの。ここにたどり着くまで私は大切な人々を傷つけすぎてしまった。同じ過ちは繰り返さない。私が生み出し数々の最悪を招き入れたモンストゲート、二度と世界が終わりに向かわぬようこれを厳重に管理していく。これこそが私の新たな始まりなのだ。モンスターをこちらに来させることなどもう二度とない。気のせいか。ドラゴン！まずい。見すぎ。オパリオ！ミナミ、オパリオ。オパリオ。アキラ、おはよう。ああ、なんだか平和だね。確かに。それはそうだろう。刀身は消えた。いつも通りの日々が始まったんだ。まあそうだね。オラゴンもきっと帰ってくるよね。あ、いつでもひょこっと戻ってきそうだよね。オラ様、ドラ様ならいるのである。え、誰？ドラよ。パンドラドラ。パンドラ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 。ドラが多い。ありえない。てかどう見てもモンスターだよね。ピンポーン。でも別に悪者じゃないよ。ドラよドラよ。確かに悪くはなさそうだね。やるか。え、そうなる？ドラ？パンドラは全然悪くない。危なくもない。もう安心安全の存在だよ。とはいえ、おじいちゃんのところから持ってきたこのパンドラの箱は危険を超えた存在。何？なんだこの力。これを開けるとこの世界の全てを変えてしまうと言われている非常に危険な箱なのだ。そんなの持ってくんな。何だったの今の。別に何にも変わってないよね。そうだらそうだら、何の問題もないだら。いや完全に怪しい。お前嘘をついているな。そんなことないもん。それじゃあまたね、ドラよ。結局あのパンドラちゃんって何だったんだろうね。まあただの人騒がせな子だったのかな。変わったこと何にもなかったし。じゃあねー。
ただいまー。って、レン、戻ったか。リョーマ、なんで俺の部屋に。って待っていたぞ、アオイ。ナポレオン、どうだ、よと一曲。あれ、ナイチンゲールちゃんとデトロビッツ友達だったの。何してんの。お、何をしている、カムイ。そう、パンドラの箱が開いたことによりこの世界に異変が起きた。これまでバトルの時に現れていたモンスターたちが君たちの日常生活の場にも現れるようになったのだ。マジっすか。でもそもそもなんでパンドラちゃんが出てきたんだろう。おじさん、モンストゲートちゃんと監視してたんだよね。てへ、監視しきれなかったみたい。ありえない。あの、これって他にもモンストゲートが現れてるってことですか。ああ、それもパンドラの箱が開いた影響でな。もうすでに他のモンストゲートからこちらに出てきているモンスターもいるはずだ。あちらのお客様からです。結構です。怒りの鉄槌を食らった気分だぜ。そんなこと言ってられるのかな。そう、これから俺たちはあらゆるモンスターたちとこの世界で触れ合っていく。あのモンスターがこんなやつだったなんて、とかなんとか思いながら。ミナミの言う通り、楽しい日々が始まりそうな気もする。ここが神の原、新しい私の町。ああ、ここ神の原じゃないな、秋葉原。え、ドララ、まずいことになっちゃったな。